最後の問題はこちら。結婚する人に贈りたいビッグバンの曲、さあトップさんが選んだのは何でしょうか。結婚する人に贈りたい、はい、ブイヤさん。これは間違いなくストロングベイビー。 すごいですね。 You like? やっぱあのみんなあの Happy birthday, bro. みんなストロングCongrats. 出会いの唯一な唯一の唯一のヒット曲、唯一のヒット曲、唯一ヒット曲って言わないで。ストロングベイビー、これはそうですね、この曲ですね、本当に VI が韓国で、今活動してないんですよね、はい、でも最近も、まあ、これからも結婚する結婚式で、はい、歌います。でもトップさんはなんでこれ選んだんですか、この曲。結婚する VI が好きじゃないかな。あVI のために、はい、あ、VI さんのために。あ、VI さんのために。ストロングベイビー私は好きです。ちょっとストロングベイビー時期のVI さんが好きです。ああ、その時期の、はい、その時期の。今は好きじゃないの。今はまあまあです。もう好きだけど、もうめっちゃ好きじゃないけど、もうまあまあ好きです。今はちょっと中途半端な感じだ。まあまあベイビーですよね。まあまあベイビー、そうですね。ストロングじゃなくてまあまあベイビーですか。いえいえ、ストロングまあまあです。ストロングベイビーもうちょっと歌います。誰がクラッ、クラッ、クラッ、クラッ。ただのキッチンじゃないですか。咳じゃないかって言ってますよ。もう一回して、もう一回して。クラッ、クラッ。はい、次行きましょう。クラップ、クラップ、クラップ、キングクラップ。すいません、最後は感じ。あ、そういう、そういう感じなんですね。そういう感じなんですね。めっちゃ中華中華。すごい、うまい、すごいですね。うまい、うまい、うまいですね。ものまね。しかもクラップ、クラップ、キングクラップってカニに持っていったところがすごいですね。